こんばんは、ゴールデンタマリンです。今日は、ギターの話をちょっとしたいと思います。YouTube でギターの弾き語りを始めて、始めてから、かれこれもう2年近く経つんですが、最初の頃はですね、弾き語りに使うギターはこの今手に持っているヤマハの非常に古い FG140 というギターを使っていました。これはもともと兄貴の持ち物で、もう兄貴も死んでしまったんですが、兄貴が大学に行く時に家に置いていったものを自分でそのまま使ったと。で、そのまま自分のものにしてしまったという、そういういわくつきのギターなんですが、今となっては兄貴の、形見となってしまいました。で、このギターはですね、フォークギター黎明期にヤマハが発売した、非常に廉価版のギターということになります。で、当時はですね、これ14,000円、FG140 ですので14,000円で売られていたものですね。で、これの兄貴分にあたるのが FG180 というギターで、この FG180 というギターは非常に最近評価が高くなっていて、まあ中古市場でもすごい高値がついたりしているギターです。実際に自分はですね、 FG180 は弾いたことがないんですが、まあネット等で見てみると非常に良くなって、音量豊か、表現力豊か、情熱的にかき鳴らすには最高のギターかなと思いますね。で、この弟分の FG140 と兄貴分の FG180 の違いは、弟分のこのギターは全てが、ベニヤ板でできているということですね。トップもベニヤ板、それから、サイドもベニヤ板、後ろもベニヤ板と全部ベニヤ板でできたギターです。で、ものすごく軽いです。これこういう軽いギターは最近のギターにはもう皆無ですね。どうしてこんなに軽くできたのかというと、要はベニヤ板だから軽くできたと言えます。ベニヤ板は縦横に貼り合わせていますので、割れるという心配がないために、かなり薄い材料で板で作ることができるわけですね。したがって、こういう軽い、ギターができたんだと思います。で、薄い、材料で作っているので、まあ結果的に箱が良くなると、ボディが良くなるというふうになったんだと思います。で、この FG140 と FG180 は、赤ラベルと、ヤマハの赤ラベルということで非常に有名なギターなんですが、その有名なことの一つの要因としては良くなるということが要因ではないかと思います。 FG180 もトップだけ単板なんですが、あとはベニヤ板ということで同じような材料を使っているので非常に良くなるギターですね。 FG140 の音色をちょっと聞いてみたいと思います。まずアルペジオからやってみたいと思います。バランスよく、特に低音から中低音にかけて豊かな響きがあって、個人的には大変好きなギターです。まあ高級ギターに比べると音色がどうなんだということがあると思いますが、非常に気軽に、かき鳴らすにはすごくいいギターじゃないかなと思っています。ちょっとストロークの方もやってみたいと思います。
はい、こんな感じになります。皆さんはこのギターの音色を、どのように感じられたでしょうか。コメント欄で教えていただくと大変ありがたいです。よろしくお願いします。先ほど紹介したこのギターの兄貴分の FG180 の後継機が、FG200 という機種なんですが、FG200 を中古で手に入れました。そのギターをちょっと紹介したいと思います。このギターは、結構大柄なギターで、ちょっとまあ特にこのペグのあたりの作りとかはかなり、いい材料が使われているという感じです。そんなに詳しいスペックについてはわからないので、あれなんですけども、まあ、見たところ全体的な作りは似たようなもんなんですけども、やはり少し、重量が重くなってます。これはやっぱし、時代の変遷とともに使われている材料が変わってきているせいじゃないかなと思います。このギターは大変、鳴りがいいので、最近のアーティストの中でもこのギターを好んで使っている人もいるみたいです。知っているところでは竹原ピストルさんとかが使っているみたいですが、この爆鳴りの爆鳴りのギターの音をこう生かした、歌を歌ってるみたいですね。特にこの低音が非常にドスが効いているギターじゃないかなと思います。そしたらちょっと、弾いてみたいと思います。あれ、まずはアルペジオで弾いてみます。はい、それでは次に、ストロークで弾いてみます。感じです。以上2機種、ヤマハの古いギターを紹介しました。それでは次に、ヤマハの新しいギターを紹介したいと思います。このギターは、ヤマハの、現行販売をしているギターです。 LL6 というギターです。これはヤマハのギターの中では、まあ、中級機に当たるんじゃないかと思うんですが、
まあ、値段の感覚は人それぞれですので、まあ、6万円ぐらいのギターなんですが、これを中級機と呼べるかどうかは、まあ、人それぞれの判断ではあるんですけども、私自身が持っているギターの中で一番高いギターで、まあ、ネットとかの評価もかなりいいものがありますので、中級機と判断してよろしいんじゃないかと思います。このギターの作りなんですが、まあ、これトップは単板だと思います。それから、まあ、このペグのところもこう金色にピカピカ光ってて、なかなかで、そのチューニングの時の精度もかなり良くてですね、音が下がりにくいというか、期間を空けて弾いても、音程に狂いがないという特徴がありますね。それからこの後ろのところに2本何か違った部材が組み込まれているんですが、まあ、これはネックをまっすぐに保つ部材のようです。それと特徴的なのは、このサウンドホールの内側に、どっち側かな、ピックアップが取り付けられていて、そこからラインの出力がこのお尻のところに、行っています。ですから、このここから、ミキサーの方にライン出力を出すと、生音とピックアップで拾った音のミックスの音が、録音できるようになっているんですが、これはまあちょっとあの音に変化をつけてですね、エレキギターっぽい感じを出したいときに大変重宝する、ギターです。実際自分もいろんな歌でこのギターを使って、両方の音をミックスしながらギターの音に変化をつけているような使い方をしています。で、このギターは新品で買ったんですけども、最初買った時に、エリクサーの結構高級な弦が付けられていて、まあ弦が新しいせいもあってものすごくいい音がしたんでびっくりしたのを覚えています。特に、ストロークになると、弦の滑りがいいというのか、そういう感じで、非常に音が良かったという記憶がですね、ありますね。ではちょっと弾いてみたいと思います。まずはアルペジオからです。買ってから、2年ぐらいになりますので、まあ弦も張り替えてないのでちょっとやっぱし音的には買った時ほどのインパクトはないかなと思いますね。では次にストロークも弾いてみたいと思います。いかがでしょうか。自分もこれモニター用の、ヘッドホンをつけて聞いているんですが、やはりあのアルペジオよりもストロークで弾いた時の感覚がなかなかバランスよく、いい感じでなってるんじゃないかなと思いました。もう一本これと同じ、LL6 で、このピックアップがついていない、まあこれの前期モデルの、
ギターも持っているんですが、生音に関してはその初代の LL6 の方がいいかなという感じはしますね。ただこの2代目の、ピックアップ付きの LL6 はやっぱり全てにおいてバランスが取れていると、それからストロークの音が大変いいということを考えたときは、やっぱりかなり優れものギターじゃないかなと自分は思っています。